次に登場していただく方は涌谷町からのご参加、幸男明さんです。アフリカのジンバブエに伝わる親指ピアノ「ムビラ」の演奏をお楽しみください。ではどうぞよろしくお願いいたします。はい、幸男明と言います。かって本名でしたというのは、結婚して名前が今渡辺になってますけども、いろいろアフリカなんとかとかってつけようかなとは思ったんですけど、面倒くさいので幸男で、出てます。ではい、親指ピアノって皆さん聞いたことあります？ない。こんな感じ、うん、針金がついてるだけです。うまくやれば夏休みの工作でも作れちゃうぐらいの感じなんですけども、でもこのアフリカの親指ピアノ、まあアフリカの音楽ですね。アフリカの音楽ってすごくて、世界を変えてしまう。で実際にこのムビラという楽器で、かつてローデシアと言われてたジンバブエがイギリスから独立しました。で私が学生時代のことだったんですけどね、それですごくびっくりしました。音楽っていうのは人生を変えるだけじゃなくて世の中も変えてしまう力があるんだっていうふうなところから、すごくアフリカの音楽に興味を持ったわけですけども、それだけのパワーが私にはないのですが、ちょっとね、その時に、トーマス・マプーモっていう人がいまして、無実の罪でいろいろ投獄されたりしてたんですけども、要するにムビラっていうのが現地の人たちの支えになってたので、そのムビラを撲滅するところから植民地支配っていうのが始まったんですね。でそれに抵抗して、なんと彼はムビラのフレーズをギターに置き換えてロックをやってました。で彼がすごく好きだったチェムテングレ、これは本当に、ジンバブエの古い、曲なんですけども、チェムテングレというのをやってみたいと思います。ちょっと上がってしまいましたね。で、はい、でこの音楽はショナ族の人たち、の音楽なんですけども、ショナ、で歌っている言葉もショナ語です。で皆さんショナ語っていうのは多分知らないと思います。私もあんまりよく分かってはいないんですけども、で実はこの親指ピアノなんていうのかな、教えてもらえる人に私は恵まれなかったんです。で20代からもう30年近くCD で聴いたりとか そういうことで、自分で勉強してきたんですけど、最近そのジンバブエで勉強してきた人たちが仙台に住んでらっしゃいまして、いろいろショナ語とかを教えてもらったりして、なんていうのかな、今まで自分一人でやってたのを答え合わせをしている状況です。はい、で本当はアフリカの太鼓が僕は専門なんですけども、アフリカの太鼓の方はこれはねすごい先生に出会って、アブドライ・ジャキテっていう人なんですけどね、その人は本当にそのアフリカの音楽っていうのがなんていうのかな、本当に人間の人生の中にそのままあって、その社会の役割として音楽があるっていうのを教えてもらいました。はい、で次「タズンガイラ」という曲なんですけども、人生困ったことっていうのはたくさんあると思うんですけども、でやっぱり困った時に頼めるのはやっぱり神様ですよね。でこちらにもいらっしゃいますけども、はい、で特にジンバブエの人たちは日本人と同じで先祖崇拝、自分のね、何代前までなんていうのかな、名前でたどれます皆さん。ででこのムビラをなんでジンバブエの人たちには弾くのって、そのジンバブリアのプレイヤーに聞いたら、それは昔じいさんが弾いてたからだと。でその前のじいさんもまた弾いてたと。でただ自分は同じことをずっと続けてるだけだっていうふうに言ってました。それがなんかすごくね新鮮でした。なんか僕もそういう歴史の中の歯車の中の一つになればいいかなとかって思ってます。タズンガイラ。タズンガイラでした。はい、ジンバブエの人たちの生活が全てなんか音楽として表されてるんですけども、次にあるのはネマムササという曲で、ネマムササっていうのはすごくこのムビラーでは世界的には一番有名なのかな。でネマムササっていうのは仮小屋っていう意味ですね。家ですね。初代の人たちはいろいろ歩き回っていろんな土地を渡り歩いてきたわけなんですけども、でその時に移動の途中で仮小屋を作ったりして。そのまま居座ったりとかっていうこともあったりなんかするわけなんですけど、でせっかくなので、ネマムササという言葉を覚えましょう。ネマムササ、ネマムササ、ネマムササ、で多分ジンバブエの人に会うことはほとんどないと思いますけど、ネマムササというと 100% わかると思います。ネマムササ、でこれがそのまんま歌になります。ネマムササ、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 そのまんまなんですね。でこのムビラもネマムササ、弾いてます。ねねねまむささ、ねまむささ、ねまむささ、ねまむささ。ちょっと皆さん喋って、歌ってみましょう。せーの。ねまむささ、ねまむささ、ねまむささ、ねまむささ。4回言ってますね。ね、で曲の中にも、このねね、これが歌えればムビラが弾けるわけですね。ねまむささ、ねまむささ、ねまむささ、ねまむささという感じです。ということで、今日はなんかねまむささという言葉を覚えたよって帰ったらね、誰かに言ってみてください。はい。ちょっとおかしいな。あらら、スタートしないな。おかしいな。はい、じゃあ。わかりました。これ変えてなかったんだ。失礼しました。でした。ネマムササ覚えていただきました。ネマムササね。はい、どうもありがとうございました。時間になりました。募金をね、ぜひ、カンパか、ピザのケースがありますのでしてってください。また来年も今年もいろいろ気仙沼市内であるようです。じゃあ、皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。なかなか触れる機会のないアフリカのジンバブエに伝わる親指ピアノヌビラの演奏でした。不思議な旋律に本当にこの本堂前ステージが異空間に包み込まれたような不思議な空気感に包まれました。どうもありがとうございます。皆様、幸男明さんにもう一度拍手をお願いいたします。ありがとうございました。